坂井紀夫は、日本の技術者、実業家。日本特殊塗料代表取締役、社長兼最高執行責任者を経て、同社取締役副会長。福井県出身。1978年福井大学大学院、工学研究科工業科学専攻修士課程修了、日本特殊塗料入社。1997年自動車製品事業、本部技術部長。 1998年社自動車製品事業本部副本部長2000年自動車製品事業本部副本部長兼愛知工場長2003年日本特殊、塗料取締役開発センター長に昇格2006年取締役開発本部長兼塗料事業本部副本部長2008年取締役自動車製品事業本部長 2009年常務取締役兼日徳 c 系代表取締役社長2013年から日本特殊、塗料代表取締役社長兼最高執行責任者兼高広代表取締役社長を務め原材料費の高騰やアメリカ合衆国でのスポーツユーティリティビークル人気等から業績予想の引き下げを行うなどした2019年日本特殊 塗料取締役副会長に就任。思いやりを持ち、粘り強く、オンリーワンを目指す、福井大学 ABC 役員の状況日本特殊、塗料2018年3月期日、証券報告書 PDF、1160キロバイト、ハット、日本特殊塗料社長に、作、市、日本経済新聞2013年4月17日、日本特殊塗料、社長に、 堺井牧夫市日刊工業新聞電子版2013年4月19日5時、日本特殊塗料、堺井牧夫社長に聞く、科学工業日報2019年4月1日、SUV 人気想定外日本特殊塗料の堺井牧夫社長日本経済新聞2018年11月14日付、日本経済新聞長官代表取締役の、移動及び、役員の移動に関する。 お知らせ日、本徳ことの医療株式会社 https コロンスラッシュスラッシュ www. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ dgxnast170jhx10c13a4tj2000。ありがとうございます。